カジカソウは私で4代目になります。川の流れに寄り添ったような形で作られているような旅館になってます。お客様のそして従業員の人生の流れにも寄り添ったようなそんな旅館になりたいと。社会人になって自分の旅館の温泉に入った時にやっぱりすごくこの温泉がいいし、この温泉から見るような景色とか体験とかをより多くの人たち、海外のお客様にもどんどんこう出していきたいなと思い、この旅館を継ぎました。旅館はホテルと比較してお客様と接する時間がすごく長いです。より接客する側の人間性が問われると。仲居係、そしてフロント、あとバックオフィスの方々もかなり人が良くておもてなしをしたいというふうに考える人がすごく多いです。これはすごく嬉しいことなんですけど、どうかの一番の強みなのかなというふうに思っております。お客様にもっと相対できる時間を作って、旅館ならではの温かいサービスができるような環境を作ろうというふうに思ってます。まあ、レノボの製品を入れたことによって社内の DX 化が進み、お客様と相対しないような業務ということはどん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 効率化できているというふうに考えております。革新する中で一番大事なことは、どこを変えるかではなく、どこを変えないかなんです。それは伝統なんですけど、伝統というのはデータになってないこともすごく多いです。レノボの製品を使って伝統というふうなものがどういうものなのかというふうなデータを蓄積してます。過去から学ぶもの、そして変えていかなきゃいけないもの、それらを選別して進めていくこと自体が伝統と革新というふうに考えてます。魂は世代を超えて。Lenovo, Lenovo.